皆さんこんにちは、綿菓子です。今回ですけれども、スロットの6号機についてどう思いますかという、そういった質問いただきましたので、私なりの意見を述べさせていただきます。で、私の LINE の方で最近立て続けにスロットの質問いただきました。3つあるんですけれども、1つがですね、綿菓子さんはスロットの6号機ってどう思いますかっていう質問ですね。で、2つ目、これからスロット始めようと思うんですけれども、何を打ったらいいでしょうかという質問で、3つ目、6号機でおすすめの台を教えてくださいというね、そういった質問立て続けにいただきました。なので今回は私が6号機に対してどう思っているのかっていうことと、最近の6号機でおすすめの機種をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後まで聞いてください。じゃあまず私がスロットの6号機に対してどう思っているのか、結論から言わせていただきます。まあ、結構厳しい言葉になると思うし、6号機大好きっていう人もいると思うんですけれども、そういった方にはね、ちょっと申し訳ないんですけれども、私は6号機に対して打つ価値なしだと思っています。時間とお金の無駄だと思います。6号機打っちゃう人は完全にスロット依存症だと思っています。4号機5号機でやめることができなかった方が仕方がなく6号機を打っているという印象が否めないです。はい、6号機大好きな方、本当に申し訳ないんですけれども、私はそう思いました。で、なぜこう思ったのかっていうと、まず最近の6号機ってリゼロみたいな台が本当増えたじゃないですか。それ以外の台ももちろんあるんですけれどもね、バジ絆2みたいな台もあるんですけれども、リゼロみたいな台って通常時、まあ500ゲームとか1000ゲームとかはめます。で、この1000ゲームはめるだけでも1時間ちょっと時間がかかってしまうわけですよね。で、1000ゲームはめてようやく当たりましたってなっても、チャンスゾーンに突入するだけなんですよ。で、チャンスゾーンに突入しましたと、 50%、60% ぐらいの壁を3連続で突破しなければなりません。突破できなかったらもう一回通常時に戻って500ゲーム、1000ゲームはめなければなりません。で、はめてもまたチャンスゾーンに入るだけです。で、運がよくチャンスゾーンで 50-60% の壁を3連続突破したら AT に入りました。で、10分ぐらい経過して500枚獲得しました。以上、それで終了です。また通常に戻ってしまいます。で、チャンスゾーンを目指します。で、そこからまた頑張って AT 目指して 500枚とか1000枚を獲得します。通常に戻ります。これ何が楽しいんですかねって思うんですよ。その4号機とか5号機って、まあそのね、今でもフリーズってもちろんあるんですけれども、フリーズの期待値が ものすごくね高かったし、あとどこからでも誤爆っていうね、なんかどこからでも爆発する要素があったし、低設定でも勝てる見込みあったんですけれども、6号機ってそもそも設定が低かったら勝てないんですよね。設定1とか2で勝てる台じゃないので、もうずっと右肩下がりで下がっていくだけの台なんですよね。6号機の6ってめちゃくちゃ安定して勝てる台が多いんですけれども、まあ、やっぱりホール側が設定を入れてくれないのでね、6号機なんて座っている人がそもそも少ないので、だからね、ホール側も設定を入れられない状況なんですよね。機械台とか回収しなければならないから、だから設定も入らないし、打つ人も少ないしということで、どこにもメリットがないし、ゲーム性も面白くないし、ただただ時間の無駄だなって思います。それにその AT に入りました、で300ゲーム上乗せしたとか1000枚上乗せして終わらない状態になったとしてもですよ、2400枚規制というものがあります。で、まあ、5.9 号機かなんかで1500ゲーム規制というのもあったんですよね、有利期間で。そういったものもありますんで、どんだけゲーム数を乗せてもストック数を確保したとしても、2400枚ぐらい獲得したら強制的に終了して通常に戻ってしまうわけなんですよ。これがもう完全にクソゲーだと思います。その規制がなければまだ戦えるのかなって思うんだけれども、これがあるせいでどんだけねゲーム数を上乗せしてもなんか喜べないし、なんか逆に損をしてしまったっていう気分になっちゃうんですよ。だってパチスロでそのゲーム数獲得したりとかストック数大幅に獲得してがっかりするって、それもはやスロットじゃないですよね。楽しめていないですよね。なので私はスロットの6号機に対して打つ価値なしだなって思いました。これが率直な意見です。
で、まあ、最近その6号機のジャグラーも登場したんですよね。ビッグで250枚ぐらい獲得できて、レギュラーの獲得枚数ちょっと忘れちゃったんですけれども、まあ、あの100枚以下ですよね。その台も全然客ついていないし、まあ、皆さんのホールどうなのかわからないけれども、私のホールはやっぱり今現状のファンキージャグラーとかで、ね、マイジャグラーとかが置いてありますんで、そういった台に、お客さん座っているけれども、6号機のジャグラー未だに誰も座っておりません。打つ価値がないと皆さん分かってますんでね、はい。まあ、そういったこともあるし、あと人気判件が出てもですね、めっちゃなんかいい台とか出てるじゃないですか。アニメのタイアップ機とか出てると思うんですけれども、そういった台が出たとしてももう皆さん分かってるんですね。6号機っていう時点で座らないんですよ。そうだから、すべて踏まえた上でですね、私は6号機を打つのはアホだと思いますし、時間とお金の無駄だから、まあ、打つ必要はないかなって思います。なので、おすすめ機種とかにもお答えしていこうかなって思ったんですけれども、6号機の中で私おすすめできる機種が1台も存在しないですね。バジリスク絆2とか吉宗3とか政宗3とか、リゼロとか、そういった台出てますけれども、特に魅力的な台が1台もないので、期待していた方は申し訳ないんですけれども、私は6号機の中でおすすめできる機種は1台もありません。で、これからスロット始めようと思うんですけれども、何を打ったらいいですかっていう、そういった質問あったので答えたいと思うんですけれども、先ほど言った通り、もう今の6号機打つ価値が全くないので、それは打たない方がいいです。じゃあね、何を打ったらいいのかっていうと、もう5号機も撤去されてしまったから 5.5 号機しかないんですよね。で、 5.5 号機っていうと、セイントセイヤの海洋覚醒とかね、あるいは、ギルティクラウンとか、オス番長3とか、あとマドカマギカの2とかね、あとは何でしょうか、クレアの秘宝伝とかね、そういったものを打つことをおすすめします。それ以外だったら、まあ、ノーマル機の花々だったりとか、先ほど言った通りジャグラーですよね。6号機のジャグラーじゃなくて、現状あるマイジャグラーとか、まあ、ファンキージャグラーとかアイムジャグラーとか、そういったものを打つことをおすすめします。はい、まあそんな感じで、私なりのスロット6号機に対してどう思うのかっていう意見を述べさせていただきました。まあね、結構いろいろな意見が飛び交うと思うんですけれども、皆さんはどう思いますかね、6号機に関して。まあスロット打っていないよっていう方も多いと思います。このね、5号機でスロットやめましたっていう方だったりとか、5号機終わってからパチンコに移行しましたっていう、そういった方も結構ね、 LINE の方でいらっしゃるので、もう6号機に関してどうでもいいと思っている方多いと思うんですけれども、ぜひ皆さんの意見もコメント欄だったりとか LINE の方でお聞かせください。4号機とか5号機の思い出とかもね、語っていただけると、私も読ませていただきますので、よろしくお願いします。それでは今回の動画終わりにしたいと思います。最後にグッドボタンと、まだチャンネル登録してくださっていない方は、この機会にチャンネル登録もよろしくお願いします。で、私綿菓子 LINE アットやっておりますので、概要欄に友達追加リンク貼っておきますので、そちらから登録のほどよろしくお願いします。それでは今回の動画、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。